皆さん小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってありますか若月光です今日はですね女性主人公のバトルアクションものを書きたいけれどもどこに投稿したらいいのかなっていう風うな質問です若月先生はじめまして泉と申しますいつもチャンネルを楽しく興味深く拝見しておりますありがとうございますライト文芸キャラ文芸レーベルのショーに応募を考えています 私の描きたいものは女性主人公バトルアクションもので古くは90年代2000年代に流行した美少女戦士ものが大好きです。それを令和の時代に何とか執筆したいのですがその場合レーベルが男性向けか女性向けか悩んでいます。 女性向けの現在のメインは出来合いだったらシンデレラストーリーもふもふや癒し高級ミステリーが強いですバトルもの,の需要がなさそうで困っていますしかし男性向けレーベルは女性主人公を受け付けてくれるのか分かりません男女のグラデーション分けが曖昧になった現代でもどことなく男性向けと女性向けが区別されている気がしますバトル中心だったら男性向け恋愛要素が強くてたら女性向けでしょうかお手数ですがどうかご教授のほどよろしくお願いいたしますっていうこと ですこの方すごい冷静に分析してありますね特に女性向けの分析これ当たってると思いますあの出来やシんデレラストーリーもふもふイしシ高級ミステリーあとお仕事物お仕事物っていうかお仕事で勝ち抜いていくっていうかそういう形のやつが結構なんか売れてますよね本当にあとあやかし物かなバトル物の,の需要はなさそうに思う 確かにその通りですね,、えっと、ねあのでも男性向けレーベルは女性主人公を受け付けてくれるのか分かりませんって書いてあるけれどもこの方女性向けは結構分析してあるけれども男性向けはあんまり分析してらっしゃらないのかなと思いました実はですね男性向けレーベルで女性主人公のバトルもの結構あります ネットでね、女性主人公バトルアクションで検索してくれはったらいっぱい出てきますよ。私が読んでるのは、処刑少女の生きる道、処刑少女のバージンロードですが、これは本当に強い女性がいっぱい出てきて、女の人が戦う話です。えっとね、他にもね、ゲームとかね、アニメとかでもね、女性主人公多いんですよ。私、仮面ライダー大好きでずっと見てるんですけれども、仮面ライダーもね、最近ね、女性が変身して戦うんですよ。最近のやつでちょっとかっこよかったなと思ったのは、仮面ライダー01 の刃ゆやさんこの人ねストレートロングの黒髪でね男言葉でスーツ着てはるんですよで仮面ライダーバルキリーにあの変身して戦わはんねんけれどもあの部下の男が結構なんていうのかなんて言えばいいのかな <laughs> うんと、うん、あの恋愛要素なんか全然なくて部下の男がちょっとなんかえっ、ー、とあんまりいや仕事はできひんタイプっていうかちょっとあんまあ、やめとこうえっ、ー、とごめんなさいあのとにかくねあの女性の偉い人が刃ユアさん戦ってはりましたねあと最近 のやつほんまにね女性が仮面ライダー最近ね女性が変身して戦うこと多いんですよあのガンダム今のガンダム今2期始まってますけれども今のガンダムね主人公のスレッタちゃん女性ですでねレイヤー要素あるんですけどこれユリなんですね結構このラブラブっぷりが楽しいですでねあと他にはですねゲームやとゲームの女性主人公女性主人公のバトルものすっごい多いねんけれども私が好きでアニメ見てたやつはニーヤオートマタこれかっこよかったですね5す 黒い、ね、ワンピース着てね日本刀で戦うんですよ重火器も使うんですけれども日本刀がすごいかっこいいんですよニアオートマタオートマタなのでサイボーグなんですがサイボーグサイボーグなんですがえっと目のところをね黒いベルトで隠してるでそれがねすごいかっこいいんですよこれねだ 男性向けとしてて書かれてますガンダムもそうやし、仮面ライダーもそうやし、ニーヤ・オートマタ、これも男性向けのゲームですよね。今ね、男性向けね、女性主人公が活躍してる話すっごい好き。女性主人公のバトルアクションもの男性向けすっごい好きですね。まだね、そんなにこのライトノベルでは女性主人公のバトルアクションはそんなに主流になってないんですけれども、これだけその、近接ジャンルっていうんですか、アニメとか特撮とか漫画とかゲームとかね、 あの女性主人公のバトルアクションものが増えてきたのできっとこの先ね女性主人公のバトルアクションものがねライトネベルの主流になると思うちょっと私今言い切ったあのごめんなさい言い切ったちょっとあの3年後ぐらいにちょっとこのセリフ公開するかわかるかどうか分からへんけど私今ちょっと言い切ったよ大丈夫かな私言い切った言い切っちゃった大丈夫かな <laughs> でねあのこれねなんでー ななののかなんですがあのね私思うねんけれども今女性っててね結構疲れてるんですよ昔はね専業主婦やった専業主婦で生きていくことできてないですかせやけど今女性も働かなあかんし子供も産まなあかんしでそれで結婚したら忙しいし独身やったらしんどいしでほんと女性今結構しんどい状況なんですよせやからね女性は今戦いたいっては思って ってないんですよねどっちかっていうと私は戦いたかったですっていうのは戦えなかったから昔は何ていうのかクリスマスケーキ結婚はクリスマスケーキって言われてて25歳までに結婚せなあかん26歳になったら売れ行きがなくなるとかねそういうふうに言われてましたね23とか25で結婚するのが当然って言われててでお見合いとかで結婚していくっていうのが普通やったんですよねででもね私それが嫌で あの私も戦いたいたたと思ってましたねでも戦う方法がなかったんですよねだからあの結局置かれてる状況を今の状況とかを考えると分かると思うんですけれどもバトル中心だったら男性向けっていうわけじゃなくって恋愛要素が強く出たら女性向けっていうんじゃなくて。 で読者さんんが娯楽に何を求めるかなんですねそうやって考えていったらやっぱりね、あのー、楽しさを求めたい男性は女の人が戦ってる姿を見たいユリ、ね、が見たい女の子ばっかりのやつが見たいあのそれは しんどいからなんですよ男性しんどいからなんですよ戦ってる人を見たいんですけれども自分が戦いたいとは思ってないんですよねだから女性が戦ってるやつを男性が眺めて女性向けはその癒しとかモフモフとかになっちゃうんじゃないかなと思いますまああの若月に言ってること違うよとかって言われる人ももちろんいると思うしあの私に言ってることが正しいとも思わへんねんけれども流行は回りますほんまに回ります流行はだって服装とか見てたらそうやな ないですか。えっとね、私子供の頃厚底靴ってのが流行ったんですよ。でね、あのじゅうまたね厚底靴が流行って、また今厚底靴流行らなくなってるっていうか、あの流行が回るっていうのはわかると思うんですよね。読者さんね見たいものも変わってきます。ただね90年代の女性バトルアクションがそのまま出して受けるかというとそうじゃなくて今のえー、っと状況に合わせて。 調整せんんあかんと思うだからせやなこの方泉さんですか泉さんはちょっとニーアオートマタあたりをちょっとプレイしてみはるとかあとせやなえっ、ー、と処刑少女の生きる道が一番いいかなこれあの女性バトルアクションで一番売れたんじゃないかな多分せやからあのその辺のあたりをですねちょっとチェックしてみはったら男性向けに書く女性主人公のバトルアクションどういう風に書けばいいのか分かると思います。 ああの本当ねあのね皆さんね書きたいものあるんだったらそれを書いてほしい、ただ読者さんに合わせて調整して出す能力みたいなのが必要になるかなと思ってます。<music> そんなねお気にっねおにっ